だから、青山ジョーカーズ、はい、第1回戦、ジョーカーズの、はいはい、その時も、その亡くなったね、伊勢君久が、はい、その時にあれですよ、ゴロメンツーですよ、喧嘩神技、はい、切って、はい、かっこよかったですよ、ジョーカーズ前にして。はい、国士官ことは変わらなかったって、伊勢君久ってちゃんと名乗って、はい、喧嘩始まる前に。はい、かっこよかったですよ。はい、おこれがゴロメンツーかと思って。ゴロメンツー、うん、へぇ。喧嘩神技ね。神技切って、はい、で、喧嘩する前に。はい、やりましたよ。初めて見ましたよ。へぇ。国士官ことは変わらなかった。伊勢君久、わぁ。野垣、はい、って言って、はい、言ってるところをその司がもう横からバーッと走っていって、はい、特殊警報でバッチーンって始まった。それでうわーって始まったんですか。かっけー、めちゃくちゃかっこよかったですよ、あの時。伊勢君もうこっちも喧嘩になるから構えてんじゃないですか、はい、で、口上伸びてるでしょ、はい、こんな喧嘩ないでしょ、普通。はい、ないですね。国士官ことはかなーってうわーって言ってたんですよ、はい、なのでほらーってやってる時に、はい、もう横からその司がシャーッと走ってって、はい、特殊警報でバッチーンって始まって、それでうわーって始まった。かっこいいですね、めちゃくちゃかっこよかったですよ、その第1回戦。もうそれはもうバッチリもう覚えてますよ。相手散々やって、はい、そんでもう決裂しちゃったわけじゃないですか、はい、で当時の会長、はい、ジョーカーズの会長がもうぶっ倒れてるんですよ、こう、はい、ほいでマサトっていうのがいたんですけど、はい、マサト、いや死んじゃったんじゃないかって言って、はい、でもういろんなもん食ってんじゃない、はい、傘、はい、マサトちょっとつついてみます傘で、はい、ガガーってつついたんですよ。だからうーっと俺ら生きてんじゃねえ吹けやーってうわーってそれで逃げたんです。へえ、すげえかっこいいっていう、かっこいいってさちょっとあれですけど。すごいっすね。そんなことありましたね。それがもう合格のデビュー戦ね、はい、だからもともと石崎の喧嘩だったんですよ。へえ、石崎がこうジョーカーズになんかちょっかい出されたっていう話聞いて、はい、じゃあジョーカーズっていうのよ見つけたらよ、いやちょっと言ったらたまたまジョーカーズが来たんですよ、青山通りで。へで1台1人捕まえて、はい、ほいでもうちょっとこっち来てっていう感じで、はい、でジョーカーズどこにいるって言ったら、その東郷神社のところに、はい、で、ね、集まってるって。そうか、でこれからちょっと高等区行けるから君はもうなんかね、あのこの場で帰った方がいいよって言って、はい、ちょっと、まあ、あの大事になるからって言って、それでその場帰ったのかどうかもうそれで解放させて、はいはい、帰ったかどうか知んないけど、その後すぐです。へえ、はい、まずその喧嘩神技がかっこいいですね。いや俺後にも先にも初めて見ましたよ。へえ、かったですね。へえ、ああ喧嘩ってこういう風にするのかと思ってね。へえ、ゴロ神技、ゴロメンツ、ゴロメンツ、喧嘩神技、喧嘩神技かっこいいですね。かっこいいですよ。へえ、あの出会い頭の喧嘩ってさ、はい、案外さ、例えば、はい、あーなこの野郎とか言ってバーンってぶつかったりしてさ、はい、なんかね、まあこの野郎とバーってこういう喧嘩ができても、はいはい、パッと相対して、はい、落ち着いて、はい、そのねゴロメンツを言って喧嘩って、はい、なかなか腹を割ってないとできないですよ。ですね。ね、その間というかそれ相対してね、それをこうパッとやってましたからね、もうかっこいいなと思って、もうこっちも構えてんじゃないですか。アドレナリンがもう出まくりですよ。ねブルーラッともう、むしゃぶるむしゃぶりで、そう。はい、でそこで工場伸びてるでしょ、はい、そしたら横からなんか風を切ったなと思ったら司がピャーって言って特殊警報出してバチーンってうわーって。ねえ、もうその時はもう築地と北千住の連合軍ですよ。へえ、まだ板橋とかもいない時でね、はい、うん、そう新宿もいない時。そのゴロ神技がやばいっすね。いやめちゃくちゃかっこよかったですね。さすが国士官じゃないですか。さすが国士官ですですね、うん、かっこいいだね。もう晩年ね、はい、いい大人になってからもね、伊勢君久にね、さあかもう俺ハムキューハムキューって言ってたんですよ、君久だから、はい、ハムあ
もうハムキューちゃんあれじゃん、まあ、あんてかっこよかったやんって、戦略でねって、いや、あれはかっこよかったやつ、そうなんて言うそう、あれ。へぇ、かっこよかったですね、あの時、伊勢君さんも。へぇ、やっぱり、君さくん、君さくんってみんなにね、言われる、ね、ほどの、やっぱり、なかなかの男でしたね。かっこよかったですよ、本当に。それを本当の場面でね、はい、映画のシーンじゃないじゃないですか、はい、それをやるんだからかっこいいっすよ、へー、ちゃんと名乗ってね、自分の名前も、あー、へー、かっこいいですね、かっこいいですね、あとね、はい、かっこいい場面はね、はい、あの青山一丁目の、はい、あそこの、喫茶店何だったっけな、サンドリア、はい、当時あった、はい、サンドリアのとこで、はい、暴走族の一団がいたんですよ、はい、溜まって、はい、うん、で、こっち、俺たちは渋谷方面の方から来て、はい、ブーッと走ってきて、はい、一回、お、なんかいるなっていう感じで、はい、で、一周回ってきたんですよ、はい、もう一周回ってきたんですよ、はい、もうで戻ってきて、はい、うん、で、パッて止まって、はい、その北千住の、はい、野田がいたんですよ、はい、同級生で、はい、それが、野田はあの時に山本の博覧来てたのかな確か、はい、そうでバッと降りて、はい、相手ももう告白って分かってんじゃないですか、はい、もうこういう感じなんですよ、はい、それで私もこう、はい、まあ相対してこうやって、はい、で野田がその学ランの上になんか笛をこうぶら下げてて、はい、それもはっきり覚えてるけど野田が一歩前へ出るじゃないですか、はい、パッて、はい、そう塊が一段下がるんですよもう一歩出るともう一段下がるんですよそういう場面見まして、だもうその時はもう何にも喧嘩も誰も手も何にも出さないけど、はい、もう勝負ありで、あ、ありました、気迫でかっこよかったですね、その時はそれで博覧だったらしやっぱりしますよ、ね、もう相手もう降りたパッと降りた瞬間にもう痺れてね、やられますね、野田が一歩出る下がる一歩出る下がるってそれ見ましたよ、本当に映画のこのあるアンチでよく、はい、もうそれ見ましたよ、へえ、かっこよかったですね、その人は北西の人だったんですか、そうですそうです、へえ、相手どこだったんですか、分かんないです、分かんないですか、はい、へえ、だからもう殴り込む何もないですよ、うん、もうその気迫で、ああ、継続君をあれなんかさらいに行ったのはあのでしょ、どっか中井かなんかのどっかたまり場にまで行って、で、継続もさらに行ったんです。継続もすごいよ。俺さ、その継続をさ、拉致してさ、こっち連れてきたっていうのと、はい、その継続にね、をこうやったっていう。あの当時さ、こっちが極悪ね、もう売り出しじゃない、はい、俺もう、極悪はすげえんだ、すげえんだっていう噂になってる時の極悪で、うん、で、こっちの地元へね、築地へ連れてきてるわけだから。もうとことも勘弁してくれとか、もうね、何ビビることなく、やっぱパチンってこんなになってるわけね。もうグーの音も何も一言もあげなかったって。あの人すごいね。もうでもあの人はちょっともう波ではないと思う。うん、やっぱりあれだけの人だから、あれだけの人が集まってるんだね。それはまあ間違いないと思う。本当にいい人ね、うん、もうね、懐が、あ、広い、あ、うん、だから俺を今ね、いろんなことを思うけど、あ、スペクターとね、あの喧嘩なんかしないでね、あの頃はね仲良くしてればなって今思うよね、 あんなにいい人たちね、なんで喧嘩したんだろうなと思って、まあ、いろんな気違いが、ね、あったから、そう、うん、だからその分を今なんかね、仲良くさせてもらって俺はありがたいなと思って、本当にいい人ね、うん、だからもうその町屋の人正一も、はい、あのもう継続君継続君っつってね、そう、本当に素敵な人、あ、うん、
だから今はもうこっちがお願いして仲良くさせてもらって、だって暴走族の話したら俺たちなんかよりも継続の方がいろんなこといっぱい知ってるし、だからあのスペクター見てても、はい、今でもそのバーベキューとか、はい、いろんなやってでしょ、人がいっぱい集まるでしょ、お花見とかね、はい、分かるよね、あの人だからあれだけ集まるんだよね、うん、俺はもうそう思う、多分それで間違いないと思う、あの人の人間性、継続もね、よくあんなすごいねグループ相手に喧嘩したなと思って、へえ、やっぱ俺から見て、はい、いろんな暴走当時ね、はいはい、やっぱりスペクターナンバーワンでしょ、一番と思う、結束力といいね、合格やめて、はい、19ぐらいの時かな、はい、ゴワーッと音がしたから、はい、うわ暴走だと思ってもうすぐ降りて、はい、晴海通りまで行って、はい、ガードレールに座ってこう、あ来た来たと思って、はい、スペクターの大集会、へえ、すんごい数、あれこそ、はい、本当に、はい、オートバイと車を合わせたって5、600台もっとだな、へえ、もう晴海通り行ったらしいんだけど、はい、晴海通りに入れない切られずにもう戻ってきてるんだから、ここでそれでもまだ行くので、ナンバー見たって、はい、東京ナンバーだけじゃないから、へえ、ね、これ相手にねこのグループ相手に喧嘩してたのかと思ったよくやれたなと思って、へえ、すごい台数でこれがスペクターだかと思った、ねえ、すごいすごい、やっぱり俺の中ではスペクターが一番かな、そのなんとか感じとしてね、3000人ぐらいいたんでしょ当時。へえ。でそれがその山梨の方の人たちもさ、はい、今もこう仲良くさせてもらったりね、はい、してる人もいるんだけど、はい、もういまだにみんなその継続の頂点にさ、はい、ねえしょっちゅう集まって、ねえマッドの先輩とかね、みんな集まって、あのアリキャッツの。あれだの先輩とかみんなすごく仲いいもんね、羨ましいぐらいね、ほんと前なんかその館船に呼んでもらったりしてね、はい、もうすごい和気あいあいとしてさ、ああもっともっと昔から仲良くすればよかったな、仲良くやりたかったなって思うよね、なんでこの人たちと喧嘩したのかなと思う、あの頃はね分かんないからね、ただ突っ張ってりゃいいと思ってたからね、へえ、そう、それで、はい、10年、15年ぐらい経ったかな、はい、遠藤君から声がかかって、はい、新宿の歌舞伎町の大きな居酒屋で、はい、その暴走族、はい、元暴走族が集まるから、はい、来いって言われて、はい、で行ったのね、はい、もうだからいかんが岩崎とか、はい、東洋みんな来て、はい、池澤君もいて、みんなもう名だたるのがいたわけ、はい、名だたってない人もいたんだけど、はい、ね、もう何しろあの居酒屋に100人もっといたのかな、集まって、そう、だからその辺からだね、池澤君たちともこう仲良くなれたの、俺もね、告白なんかそんなに呼ばれることがなかったから、はい、うん、でそこ呼ばれて人といろんな人と会ってね、うん、それで今ね、はい、ここに仲良くさせてもらってるけど、ね、あの集まりがあったからね、今ね、こう皆さんと